皆さんこんにちは。ちったて上手インタビュー男性では第2弾ですけども、株式会社ほろ肉社代表の長田さん、本日お呼びいたしました。よろしくお願いいたします。今日はですね、私が大好きなこのセトレマリーナ琵琶湖の会場にね、撮影させていただくということができました。さあさん、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。いい天気でよかったです。あ、本当に本当に本当に、はい、あのもうこのセトレっていうね、この素敵なホテルなんですけど、もう5年ぐらい前ですかね、初めてお出会いさせてもらって。そうですね、うん、そうですね、うん、もう5年前なので、まだまだちったて町をこれからね、あの認知してもらって、どんどんこれから売っていきたいぞっていう頃だったので、長田さんずっと使ってくださってるんですね。そうですね、だからあれからずっとですね、うんうん、もうじゃあ5年、はい、5冊目5年ですね、5冊目ですかね。もうちょっと今年の手帳何色か見せてください。パープルです。なんか紫にした理由とかありますか、うん、たまたま。そうですね、あのブルーの手帳を毎年使ってもらったんですけど、うんうん、ネイビーのカラーですね。で、これをネットで見た時に、あ、なんか色いいなと思って、来年もこれで。これでもう使い込んでますね。まだ半年ほどなのに。そうですね、そうなんですよね、うん、書く方ってことですよね。書く方ですね、相当書く方です、ね、はい、それはあのちったて帳に出会う前からもともと手帳は書くタイプだ。そこまで書かなかったんですよね、うんうんうん、だからちったて帳になってから、その書かないともったいないような構成になってますよね。嬉しい。書かないといけないような構成になってる、聞きました。素晴らしい、そうそうそう、素晴らしい。なんでちょっと書く量とか内容は変わりましたよね。例えばどんな風なところが一番書く内容は変わりました。まあ、毎月ね、そちらさんがあの推奨されてますけど、ワクワクリストとかのこの先にこうやりたいこととか、こうそういったものを書く欄があるじゃないですか、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、ああいうのを書くようになりましたね。だからそれに合わせて行動していくような感じに なってってるから、でそれをこうやったやんなかった、どうなったみたいなこととかは、今まではそれはしてなかったと思うんで、まあ、この手帳をすることによってそういうのが増えたんで、まあ、結構書くことが増えましたよね。あ、嬉しいです。どんなこと書いてます？どんなこと書いて、僕大体仕事のことばっかりなんで、出来事とそこで気づいたこととを書くようにしてるんですけど、うん、気づいたこととかそこで発見したこととか、まあ、すごく良かったこととかっていうのを割と記録して、で後でまたこう見返したりして、なんか生きてる証が生きてる証が刻まれる、はい、そう、生きがい あの証をこう確認するっていうんですね。めっちゃ嬉しいです、それ。書き込むバージョンもいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、最初のガントチャートのところとか、そうですね、釣りとかね、最初はだからね、そこあんまり書けてなかったんですけど、書いてないとなんかもったいない感じするじゃないですか、なんか空欄になってるから、うん、だから空欄にしてるとなんかこう活かせてないんじゃないかってなんか思ったりするから、なんかいろいろ書くようになったっていうのがあるかもしれないですね。活用したくなるっていうことですね、はい、その枠をね、空いてある、うんうん、ちゃんと丸とか×とかも書いてあるんですよ、うん、丸とか×とか書いてるんです。これはなんかあの達成したとか、あ、これはちょっとあのしょうもないんですけど、大体、まあ、今コロナなんであんまりあれですけど、割とその食事、夜食事にしに行くことが多くて、その時ってなんか結構スタッフが一緒の時が多いんですね。食事を、夜食事をしてスタッフがいるケースって月何回あるんだろうなと思って、まさかそれを統計取ってるんですか？そう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 、そしたらなんか結構半分以上それなんですよ。へー、半分以上それで、すごいですねそれ。あ、まあ、半分以上が多い。なかなかのこうちゃんと交流を取ってるってことですね、それちゃんと社内のスタッフと。だからまあそうですね、だからそこはなんか別にそんな意識してたわけじゃないんですけど、どんくらい行ってんだろうなと思ったら、割とまあまあずっと行ってる。いや、いいことです、いいことです、いいことです。それはなんかのいろんなその指標じゃないけど、なんか なるかなみたいなことか、まあ、心がけてはいる感じですかね。意識してたわけじゃないけど、気づいたら結構気にかけてんだなみたいなことに気づいたってことですね。そうですね。で、うん、割となんかまあそういうのもまあ多分好きなんだろうし、週末とかはまあ割と家でっていうのがありますけど、平日はほぼどっか行ってるって
ったら大体20日ぐらいあるわけですよね。でそのうちの何日間ぐらいがそういうあれなのかなみたいなのを なんかちょっと1年ぐらい前から付け出した、なんかこうそのまま習慣になってたっていう、まあ、何の意味もないんですけど、ここの場所は私すごく好きで、なんだろう、空間が好きだからここに来たいっていうお客様が今すごくいらっしゃって、あの瀬戸レビアコっていうのはなんと今予約が取れないぐらい人気のね、今ホテルになってるんですけど、なんかそのずっとこう昔からここを売りにしたいっていうところが今こう実を結んだ感じがものすごい、そうです、私は思っております。そうですね、なんか多分きっと世の中にいっぱい手帳ってある中、ね、5年間もずっとちったを選び続けてくださってる一番の理由があったらちょっと最後にお聞きしたいんですけども、なんかこれ全然答え悪いかもしれませんけど、やっぱ手帳そんなにね買えないじゃないですか、まあ、多分1回使い出したら、まあ、僕5年前買いましたけど、でもやっぱりそんなそうそう別に買えないし、まあ、そもそも1回使い出したら買えないだろうなっていうのもありますけど、でもなんかこう使っていくとやっぱり馴染んでくるし、最初なんかこう説明書きとかあるじゃないですか、はい、説明してくれたりするじゃないですか、あの通りやってないんですよね別に。いやでも大体そうです大型の人は大体そうですでも全然いいんですとかって言ってたから、なんかえらいあの気楽に自分なりにやってたらそれがすごく慣れてきちゃったし、でさっきちょっと申し上げたみたいに、なんかこういろいろこう書き添えていくことが増えていくんですけど、それはそれでこう自分のこうなんていうんですかね、啓蒙につながっていくから、うんうん、それはすごくいいですよね。なんか自分を俯瞰したり、ちょっと人生を良くしていきたい、ちょっとポジティブになっていきたいという方が本当に多いです。でも長田さんみたいにこう男性でまめに書いてくださっているっていう方がいるのはとても嬉しいです。なんかそのちった手帳のその押し付けではなくて、自分なりにこう添えていける、自分色にこう染めていけるっていうところがね、良かったって言ってくださったのは自由度が高くて、それはそれでとても良かったと思っております。あの今一番楽しみにしていることってありますか？ワクワクリストに書いてこれ一番テンション上がる的なことってありますか？なんだろうな、僕結構、まあ、人の出会いっていうか、人だけじゃないんですけど、例えば 体験、あのこういったところに行った体験とか出会いとか、そこで発見されることとか、まあ、刺激になるし、そう期待もしてるし、まあ、それを求めて動いてるような感じがするんですけど、まあ、それをここに書いたら引き寄せるというかね、だったら今月は5人の人と出会おうとか、あの5つの発見しようとかって意識するようになるから、意識するとそれに向かってこうなんか行動がいくっていうか、ね、気づいたら引き寄せて叶ってる的なことですよね、結果的に。そういう風になんか考えるようによりなりましたね。書いたら引き寄せるよと。そうそうそう、でも事実本当にそうだと思います。こうやってこう精力的にこう、ね、ホテル事業を頑張っておられる長田さんに今日はインタビューできて本当に良かったと思います。ありがとうございます。これからもぜひ愛用してください。ありがとうございました。ありがとうございます。